今回はね、近いうちにコラボするんじゃないかって言われてるやつとか、あとコラボすることが確定してるやつとかがあるから、まあ紹介していこうかなって思います。まずはね、これも確定してるやつなんやけど、5月2日のアップデートになんとね、まあ、ここにも出てんだけど、スターウォーズコラボが確定したらしいね。で、今回は確かね、フォースの力とか、あと、ライトセーバーとかも使えるらしいね。今回確定してんのが、アナキン・スカイウォーカーっていうの、ちょっとこれ、にわかやからわかんないんやけど、このキャラクターが出るのが確定してて、で、もし運営がね、削除してなかったら、もう一人ね、男のキャラクターが登場するっぽい。なんか、スターウォーズコラボするならさ、そろそろ、ライトセーバーをピッケルにしてほしいんやけどね、俺的には。で、次がね、噂されてるやつなんやけど、まあ、来シーズンがジャングルとか火山がテーマのシーズンになるって言われてるんやけど、そのシーズンがね、チャプター1シーズン8の、このシーズンにそっくりって言われてるんやね。このシーズンさ、なんか宝とかなんか財宝とかいろいろあったと思うんやけど、それ関係でね、そろそろワンピースコラボが来るんじゃないかって言われてるね。なんかジャンプ作品今までさ、もうドラゴンボールとナルトも来てるし、まあ、どうせ来んのは時間の問題やと思うんやけど、もしかしたら来シーズンにね、スターウォーズコラボじゃなくてワンピースコラボが来るかもしれない、ね、で、来シーズンのね、期限が伸びたと思うんやけど、シーズンが終わるのが6月9日で、まあ、始まるのが10日ぐらいやと思うんやけど、まあ、日にち的にね、もうやっぱそろそろさ、スパイダーバース来るべ。あとはね、前から噂になってた、フォートナイトとさ、レゴのさ、コラボがあるんじゃないかって言われてたと思うんやけど、今ね、フォートナイトとレゴのコラボレーションはね、引き続き進行されてるらしいんやな。もしかしたら、シーズン4、まあ、チャプター4シーズン4で、レゴ関係のコラボが来るんじゃないかって言われてるね。まあ5月2日からスターウォーズがあるってことだけ知っとけばもうほぼ大丈夫って感じや。まあ、どうせワンピースコラボは時間の問題だしね。どうせいつか来ると思うから。